デイリー新潮に佳子さまの過去の明大批判発言について書かれていましたね。秋篠宮の書で佳子さまの言葉が蒸し返されてしまったということで、秋篠宮さまの狙いは逆効果になったようですね。まあ、皇位継承順位1位の立場で特定の記者との独占インタビューの記事が出ることがありえないことなんですけどね。とにかく小室圭とは会って国民に説明しろと言ったけども聞かなかったし、結婚が両性の合意だからということが伝えたかったんでしょうね。ただこれだけ批判が殺到した本ですが、当然秋篠様の了解なしには出版できないわけですが、今のところ秋篠様はこの本について何も言及してないようですね。まあ本来であれば、眞子さんの結婚や悠仁さまの裏口入学や作文盗作とかでこの時期に出すということは、秋篠家に対するバッシングを減らしたいというのが本当の狙いだったんでしょうね。それに江守敬司さんが定年で毎日新聞を退社するからというタイミングもあったから、この本を出して秋篠家の意見を伝えたかったということなんでしょうね。小室家とは全く関係なく、秋篠家は巻き込まれたという印象を与えたかったんでしょうが、立場的には当然秋篠家の方が上だし、結婚を辞めさせる力もあったのに、小室家に秋篠家が完全にコントロールされてしまったということですね。逆に間抜けな秋篠家という印象が強まったという本で、責任逃れするなという内容だったわけですね。さらに佳子さまの過去の発言も蒸し返されてしまったようです。眞子さんの結婚について、姉の件に限らず、以前から私が感じていたことですが、メディアの情報を受け止める際に、情報の信頼性や情報発信の意図などをよく考えることが大切だと思っていますと回答されたことですね。まあ国民とのズレしか伝わってこなかった本ですからね。ちなみに過去の発言で言うと、実は眞子さんは2020年に結婚する予定だったようです。この件でいろいろと過去のテーミスの記事を読んでみました。2020年11月8日に立皇嗣の礼の行事が行われたんですが、その5日後の11月13日に眞子さんがお気持ちを発表されているんです。それが、私たちにとってお互いこそが幸せな時も不幸せな時も寄り添い合えるかけがえのない存在であり、結婚は私たちにとって自分たちの心を大切に守りながら生きていくために必要な選択ですと語っています。皇族というのはあからさまな表現を使うのを惹かれるんですが、はっきり言うと結婚という言葉を使っているんです。つまりこの時点で何が何でも結婚するということがかなり現れているわけですね。実は眞子さんは2020年2月に今年の12月に結婚しますという文書を準備されていたようです。その内容が今年の12月に入籍しますという発表だったようです。ただコロナの影響で先延ばしになったようです。それで紀子様や秋篠様はその間お気持ちが変わらないか、宮内庁長官経験者や元参与から意見を聞く場を設けてもう一度よく考えてくださいといった話もあったようです。ちなみにその時にニューヨークでは小室圭のデートが報じられたようです。金髪の美女と二人でニューヨークの焼肉料理店にいるところを目撃されているようです。まあ、佳子さまも小室圭と眞子さんの結婚には賛成の立場を示して、秋篠家の中がギクシャクして、秋篠宮ご夫妻が職員に八つ当たりをしていたようですね。それで職員が次々に退職していくわけですね。まあ、そこからは紀子さまも結婚を許すしかなくなっていったようですが、小室圭が宮中参事とかに出なくてもいいような方向に移っていたようですね。それで納采の儀をせずにということですね。ちなみに、その時の国会では女性見分け問題が話されていたわけですね。まあ、小室圭の結婚問題もあって、女性見分けはダメだとなったんですが、その時に皇女の話が持ち上がったようです。この皇女というのは、天皇の娘にしか適用されないんですが、愛子さまと眞子さんと、佳子さまと黒田清子さんと検討されていたようです。この皇女制度で、結婚後の皇族女子を特別職の国家公務員とできる案ですね。まあ、この案も、結局は眞子さんと小室圭が結婚するなら、小室圭の存在をどうするかということで問題になったわけですね。まあそこで浮上したのが養子で皇族が復帰する案ですね。ただ旧宮家の男子が皇族の養子となる案には一つ問題があるようです。それは皇嗣典範第9条に天皇及び皇族は養子をすることができないとあるんです。さらに15条には一般人が皇后になるか皇族男子と結婚する場合以外は皇族となることができない旨が記載されています。つまりこの養子や婿養子の案をやりたければ皇嗣典範の改正が必要になってくるわけですね。合意人特例法では難しいということですね。現在は男性皇族で皇位継承があって、現実的には悠仁さましかいないとなっていますが、まだ若いからということで急ぐ必要はないという議員や、もしものことがあったらどうするんだという議員で分かれているようですね。ただ皇嗣典範の改正が必要になってくるんだったら、女性殿についても話し合わなければいけないですね。そこから逃げているのはありえないですよね。最近では篠原丈一郎さんも秋篠家が本流から外れるかもということについて言及していましたよね。さすがに秋篠家の批判が大きくなって、しかも小室圭さんが逮捕されるようなことになれば、信頼の回復は無理でしょうね。まあ女性皇族に関しては、三笠宮家とか高円宮家の女性皇族も結婚できずにいたりするんで、早く国会で話し合ってもらいたいですね。それにしても、小室圭の登場によって女性宮家はなくなったわけですが、今後どうなりますかね。ニューヨークでは現在投資家ビザを取得するんではないかと言われていますが、そもそも現在は法務助手ですからね。そんな状態から投資家ビザってありえないことだと思うんですけどね。投資家ビザを取得するには少なくとも自分のオフィスとか実体のあるものを証明しないと厳しいですよね。
つまり不動産契約をしなければいけないわけです。しかも会社の実態がちゃんとあることを証明するためには、ちゃんと会社らしくするために備品とかも購入しなければいけないし、かなり初期投資も必要ですよね。しかも具体的な実現可能性を求められるということで、昨日今日作った会社ではまず無理ということですね。まあ当然資金も多ければ多いほど審査には受かりやすいわけですが、これもマコさん頼みなわけですね。もちろん外務省が後ろ盾をしているから、これぐらいの計画であれば審査に合格するだろうとか、そういうのはわかるかもしれませんが、実態のある会社ってどうするんですかね。当然審査にはマコさんの存在をアピールしまくってということが考えられるわけですが、金銭面ではマコさんのお金だけでは事業内容にもよるのかもしれませんが、足りませんよね。少なくとも少額であれば審査には通りにくいから、美智子様の資金とかも入っているんでしょうが、それでも厳しいでしょうね。まあ投資家ビザにするのか、国連職員を目指しているのか、どうするんでしょうね。まあここのところずっと炎上している昭島家ですが、昭島様は動物園水族館協会の総会でお言葉を述べていたようですね。しかもまた栃木県に行かれたようですね。よくこれだけ炎上している中、堂々と表に出られますよね。このイベントこそリモートで良かったような気もしますが、なぜ食事祭には行かなかったんでしょうね。その線引きがよくわからないですね。しかも日帰りで行けそうですが、宿泊した理由とかも聞かせてもらいたいですね。ちなみにこの後、動物園とかを視察されて帰るということで、動物は好きなんでしょうね。オランダでは確か運河を見る予定にしていたようですが、動物園がいいとダナをこれて予定変更させて、オランダに迷惑をかけたようですね。秋篠様が即位をされたら外交問題に発展してしまうでしょうね。まあ一応日本動物園水族館協会の総裁みたいだけども、ここに関しても篠原丈一郎さんが問題を指摘していましたね。反捕鯨団体の圧力を受けているようですが、イルカの追い込み量を指摘されたりしているようですね。世界動物園水族館協会からは改善通告が出されているようですが、否定しているようですね。確かにイルカ漁に関してはこの問題を批判的に描いた映画がアカデミー賞を受賞したりとかして社会問題にもなりましたよね。伝統的だから続けていくべきとか、いろいろ意見もあるようですが、実際に日本でもこの問題を受けて、ジャダから抜けた水族館もあるようですね。まあここの団体の総裁なんだから、せめて秋篠様の見解とかも述べてもらいたいですけどね。そのための総裁だと思うんですけどね。結局は謝礼公務が欲しかっただけなんでしょうね。ちなみに久様の情報もフライデーに掲載されていましたね。6月4日に学習院との伝統の一戦があるということで、目前に迫っているわけですね。今年は久様が学習院ではなくスクールにいたということで、例年以上に盛り上がるだろうということですね。学習院の OB も今年は見に行くかと同級生から連絡が入ったりとか、盛り上がっているようです。ただコロナのせいで OB や保護者は観戦できないようで、みんな残念がっているようですね。ちなみに久様は中学校では3年間卓球部だったようですが、筑波大附属高校ではバドミントン部に入部されたようです。実は学習院にはバドミントン部は女子しかクラブがないようで、対抗試合も女子だけのようですね。久様はおそらく部活に入らないのも避けたいし、運動音痴なのがバレるのも避けたいということで、バドミントン部に入部されたのかもしれませんね。普通なら中学校で卓球部だったら高校も卓球部でしょうからね。筑波大附属高校も卓球部はあったようですからね。しかもお茶の水にもバドミントン部はあったようです。まだ中学校になかった部活で高校からアメフト部とかそういうのだったらわかるけども、バドミントンにした理由がわかりませんよね。まあ高校生活も始まったばかりだし、いろいろとボロが出てくるでしょうね。それにしても本当に授業とか出ているんですかね。同じクラスの生徒も3年間一緒に過ごさないといけないから大変ですね。これから大学に向けていろいろと賞を受賞したりとかあるんですかね。また寄付金とかいろいろと不正をしそうですが、悪いことをした人は裁かれなければいけませんね。ガーシーさんはトライストーンからの内部告発もあったりとかして選挙に出ると言っているみたいだけども、秋島家の不正にしても誰か内部告発をしてほしいですね。宮内庁を辞めた職員は公室で知り得た情報を外部に漏らさないという誓約書にサインをするようですが、犯罪を許したらダメですからね。それに悠仁様に重大な障害とかがあるなら、皇位継承にも問題がありますからね。現状は悠仁様しか皇位継承者が実質いないという異常事態ですが、その悠仁様も裏口入学や盗作作文で国民から敬愛されるどころか、一般国民としても最低なクズ人間ですからね。もう秋島家の不正はこれ以上許したらダメですね。国会議員もたくさん絡んで悪さをしているんだろうけども、悪いことに関与した人たちはみんな裁かれてほしいですね。あなたは誰が最初に逮捕されると思いますか？皆さんはどう感じましたか？このチャンネルではテレビでは絶対に報じない報道の真実を伝えておこうと思いますので、よければチャンネル登録をしていただけると嬉しいです。またこの動画に対するコメントも待っています。